おい、立ち止まるなよ。なんだよ。あのね、どうしてバットなんか持ってるのかな、かな。俺が何を持ってたっていいだろ。でも、昨日まで持ってなかったし、どうして突然。別に突然でもいいだろ。俺がバットを持ってるとおかしいかよ。突然野球がしたくなったんだよ。それじゃおかしいか。おかしいよ。突然野球がしたくなった、素振りがしたくなったからバットを持ち歩いてる。それのどこが変なんだよ。変、おかしい、絶対。なんで圭一君まで。ぶつくさとうるせえやつだな。俺がスポーツに目覚めるのがそんなに変かよ。ごめんね、そんなに怒らないで。最後に一個だけ教えて。これ以上話す気も教える気もねえよ。早く行けよ。何言ってんだ。だからなんでバットまで同じなのかなって。何を言ってんだか全然わかんねえよ。もっとはっきり言え。だからどうしてバットまでサトシ君と同じなの。サトシって、え、thank you.
サトシのバットだったんだな。誰も使ってなかったんで、ちょっと借りたんだよ。いいだろ、それくらい。そんなことじゃないの。サトシ君の時と、どうしてそんなにまで同じなの？サトシ君もそうだった。野球チームには入ってたけど、本当は野球なんか好きじゃない人だったのに。それが俺とどう関係が？サトシ君もある日突然バットを持ち歩き始めたの。チームに入ってただけでスポーツなんかしない人だったのに。レナ、ある日突然、サトシはどうしたんだよ。答えろよ、レナ。サトシはどうしたんだよ。ケイチ君、サトシ君はね、転校しちゃったの。
しないよね、ケイチ君は。何をだよ。転校。どなたです。